ねえ水木さん、ちょっとお願いがあるんだけど聞いてくれない？何？今うちの子たちスイミングに行ってるんだけどさ、私ちょっと用事ができちゃって、迎えに行ってくれない？無理。え？なんで？だってこの間真由美さんのお子さん迎えに行ってたでしょ？空手教室に。真由美さんが急に体調崩しちゃったからね。私も急な用事なんだからお願いよ。そもそもユリアさんと私ってそんなに仲良くないでしょ？他の仲いいママ友に頼めばいいじゃん。それがお願いできるような人は忙しいって言ってるの。それにうちは5人子供がいるでしょ？ほら、水木さんのところは大きい車あるからちょうどいいじゃん。無理。だからなんでよ。よその子供を無責任に5人も預かれないわ。別にどうせ何もないんだからいいって。それにほら、お菓子でも買い与えておけば静かだからさ、後からちゃんとお金払えばいいでしょ？そのくらいやってくれてもいいでしょ？ 100% 無理だわ。余計にそう思った。はぁ、あ、なんで？なんでよ。5人の子供の送迎してって言ってるの。7人も乗れる車なんだから別にいいでしょ？バカじゃねえの。え？買い与えておけば静かって、人にそれだけ手間かけさせるのに、なんで偉そうなわけ？それにはっきり言って、ユリアさんのとこのお子さん、元気いっぱいすぎるでしょ？新車には乗せられないわ。ありえない。子供のすることに、なんでそこまで目くじら立てるの？子供なんだからいいじゃん、そのくらい。よくないよ。もうそろそろ、いろいろなことがわかる年齢なんだから、ちゃんと礼儀正しい子だったら考えるけど、ユリアさんのところははっきり言って無理。他当たって。じゃあね。嫉妬でしょ。はぁ？水木さんのところは子供一人しかいないもんね。だから私に嫉妬して、そういう意地悪言ってるんでしょ？うちは5人も産んで、少子高齢化に貢献してるからね。たくさん子供を産む人だけが少子高齢化に貢献してるわけじゃないでしょ。何言ってんのよ。子供いないのも少ないのもみんな貢献できてないじゃない。子なしでもたくさん税金払ってくれて、それが結果としていろいろなことにつながってるってこともわかんないの？そのミジンコレベルの頭でしっかり考えてみれば、本当に自分の前しか見えてないんだね。なっ！しかもはっきり断ったらそれが意地悪って、むしろその方が意地悪じゃない？なんで無条件であんたの言うこと聞かなきゃいけないの？はっきり言ってクソ面倒だわ。信じられない。こんな人だったなんて、こんな意地悪な人だったなんて。自分の思い通りにいかない人間を意地悪にするわけのわからない話、まだ続く？うるさいわね。私の名前は水木。嫌なことは嫌だとはっきり言う性格の兼業主婦です。きつい性格かもしれませんが、裏でネチネチ言うよりはずっとマシだと思っています。ユリアさんはそこまで親しいママ友というわけではないのですが、なぜかスイミングスクールのお迎えをお願いされました。5人子供がいて、世話が大変なのはわかるけど、頼む相手と頼み方というものがあるでしょう。やってもらえた当たり前、なんてことはこの世にないんだよ。こういう性格だから、いろいろとトラブルもあって、結局大変な事態に。水木さん、お願い助けて。はあ？私体調崩しちゃって起き上がれないくらいきついの。でも子供たちはまだ小さいから何もできないし、ご飯も食べさせてあげられないし、お願い、うちに来てくれない？あのさ、この間から思ってたけど、なんで私なの？はっきり言って、いわゆるママ友グループが違うじゃん。自分の周りの人に頼めばいいでしょうが。それが、みんなにいろいろお願いしてたら、もう限界だって言われちゃって。うちの子家で暴れたりするし、もう迷惑だから、本当は子供同士も遊ばせたくないっていう人もいて。あっそ、子供じゃなくユリアさんのせいだよね。あの、だから、水木さんお願いできない？本当にしんどくて。私、今連休使って旅行中だから、そもそも家にいないの。てかさ、ユリアさんのご主人は何してるわけ？確か普通のサラリーマンだよね。今日は休みじゃないの？旦那は体調悪いのがうつったら嫌だからってパチンコ行った。もしかしてそれいつも？うん。バカじゃないの？え？子供5人もいて大変なのに旦那にそんなことさせてていいのかよ。私だって本当は手伝ってもらいたいわよ。でもうちの旦那って無気力というか、なんというか、何言ってもお前の仕事だ、専業主婦なんだからやれってぼーっと言ってくるだけで。手伝う？何言ってんの？父親なんだから自分のやるべきことでしょうが。それでいっぱいいっぱいになって、
周りに迷惑かけまくってたってこと？ごめんなさい。ああ、最悪。だってだって！でもでもだってちゃんは黙ってな！いい！とりあえず私はかなり遠方だから行けないけど、うちの母親に頼んでみるから。水木さん、ごめん、ごめんね！まったくバカじゃないの。だからちゃんと言わないとダメなんだよ。言わないで自分の中で解決させようとするからこじれるんだよ。黒い気持ちが自分の中でモヤモヤしてたら、出てくる言葉や態度だって黒くなるよな。とりあえずユリアさんもダメだけど、その夫はもっとダメということで、うちの両親に動いてもらいました。母親は来たわよーとでかい声でユリアさんのところに行き、父親はこのバッカモーンってパチンコ屋に行ったらしいよ。このドアホ、ひぃ、消費期限切れのものを食べてお腹壊したって何？あんたアホ？本当にごめんなさい。あの、水木さんのご両親にもすごくよくしてもらって、お母さん、私の看病しながら家も掃除して、子供たちの面倒を見てくれて、それでいて冷凍庫ぎっしりに作り置きしてくれたの？うちの母親はどこに出しても恥ずかしくない。肝っ玉プロ母ちゃんだからね。お父さんも、うちの夫の首根っこ掴んで引っ張ってきてくれて、いろいろ指導してくれたみたいで。私が子供の頃は、雷親父で有名だったよ。本当に、本当にごめんなさい。自分が大変な時になって、初めて自分のしてきたことが分かったよ。誰も助けてくれなくて、目が覚めた。子供たくさん産んだから偉いなんて言ってさ、自分が今の生活に満たされないから、そういうところで偉そうにして。本当にドアフォーだけど、一番のアホーは旦那だよ。旦那とは離婚することにした。今後の生活はどうすんの？ユリアさん専業主婦だったでしょ。というか、5人も子供いたら働けないでしょ。うちの旦那、裕福な家庭のお坊ちゃんなんだ。毎月うちに援助もあったらしいけど、使い込んでパチンコしてたみたいで、養育費と慰謝料は一括で義実家が立て替えてくれることになったの。他にも援助するって、あとは一切甘やかさずにビシバシやるって約束してくれて。アフォー息子が悪いのはもちろんだけど、もっと早く相談してくれればよかったって言われちゃった。言わないとわからないんだよ。超能力者じゃないんだからさ。あいつの気持ちなんて予想することしかできない。大変なのがわかってても、そもそも手助けを求めない人だっているから、なかなか声をかけられない人だっている。手助けが欲しいって思ったら自分で言わないとダメなんだ。うん、本当に今までたくさんわがままなことを言ってごめんなさい。でも気づいたんでしょ。みんながみんな悪い人じゃない。もちろんボロクソ言いまくってる私だって悪い人じゃないのよ。それって自虐的ギャグ？うるさい。水木さんにもそんなところがあるんだね。そうだよ。出さないところなんてたくさんある。でも普段はわからないでしょ。それと同じだよ。水木さん、改めてお友達になってくれないかな。今後の対応次第かな。厳しいなあ、もう。でも希望もあるんだね。ありがとう。その後ユリアさんは離婚。アフォー旦那はというと、両親が激怒。なんか山奥の菓子工場に送られて、給料も全て管理されてるらしいよ。見張りもたくさんいるから逃げられないらしい。ま、今までのツケが回ってきたってところかな。ユリアさんは以前とは別人になったよ。ユリアさんが変わったら、お子さんたちも変わっていったの。この間はみんなでバーベキューしたんだけど、みんな率先してお手伝いをしてくれるいい子になってたっけ。ユリアさんも在宅でできる仕事をちょこちょこやってるよ。さあ、そろそろ暑いな。万博坊主たちに、いただき物のスイカでも持って行ってやるか。水木さん、新築おめでとう。新しい家はどう？ところでその家借りたいんだけど。え？ゴミ？何が？いや、あんただけど。ちょっと何をいきなり人をゴミ扱いするなんて。あー、ごめん。ゴミに失礼だったね。ウッキー、怒った。あれ？名前ウッキーさんだったっけ？そういう意味じゃないわよ。なんでこんなバカにされなきゃいけないの？私はただ淡々と対応してるだけなのに、そう感じるってことは、まあバカなんじゃないの？よく気づいたね。うるさい。いいから家を貸しなさいよ。みんなを呼んで豪華なホームパーティーを計画中よ。おしゃれな新築の家でやりたいのよ。頭の中ハッピーおばさん。え？ほらバカじゃん。
どこがバカなのよ。うちは普通の一戸建てなのに、なんでそれを借りようとするわけ？借りようとするだけでも頭おかしいのに、新築だってことも分かってるわけでしょ。新築なんて傷一つつけたくないものでしょうが。1年も経てば傷なんかいっぱいできるんだから、そのくらい気にしなくてもいいでしょ。自分の家でやればいいでしょ。だから言ってるじゃん、綺麗な新築の家でやりたいって。じゃあ新築の家買えば。無理よ無理、いくらすると思ってるの。そもそも人の家借りてまでホームパーティーって、自分の家でやれよ。うちは狭いし散らかってるから映えないの。最近ようやくフォロワー数が増えてきたんだからチャンスなのよ。ほら、水木さんの家って修羅場工務店の D スマートでしょ。あれ、インスタに載せると伸びるって聞いたの。人のふんどしで相撲取ろうって魂胆が気に食わないよね。え？何？水木さんってふんどし履いてるの？やだ、何そういう健康法？ウケるんだけど。あんたの頭の方がウケるんだけど、やっぱりゴミでも詰まってるんじゃない？明日燃えるゴミの日だから分別して捨ててきたら？分別する脳があればの話だけどね。もう、なんでいちいちこういう言い方するのよ。ほら、水木さん海外旅行に行くんでしょ？その間貸してくれればいいだけだから、迷惑かけないから。いや、もうあんたの存在自体が迷惑なんですけど、行動するしないじゃなくて存在するしないの話なんだよね。とにかくうちは絶対に家を貸さないし、そもそもあんたを家の敷地内に入れることも絶対にないよ。これだけ言って入ったら即警察呼ぶからね。もうありえない、ほんとやだ。私の名前は水木、少々口が悪いことを自覚している兼業主婦です。さっきまでやりとりしていたのはゴミじゃなかった。普段はあまり関わりがないけれど、一応ママ友という名の顔見知りには分類されるような人。距離が遠いので知らなかったけど、こういう人だったんですね。どうやらロックオンされちゃったみたい。海外旅行に行く間が心配だったけど、ま、大丈夫でしょう。ねえねえ、そういえば海外旅行って言ってたけどさ、どこに行ってるの？ミラノ。え？じゃあなかなか帰ってこれないね。そっかそっか。だから何？綺麗な新築の家でパーティー、最高だよ。それ私に何か関係あるの？だってねえ、いや水木さんって結構センスあるんだね。生活感があまりないって感じ。ネットの ID とパスワードも可愛い額縁に入れて飾られてるし、バスルームにはアメニティっぽいものまで用意されてて、やっぱり私たちのこと歓迎してくれてたんだね。全く意味が理解できないから、じゃあね。ミラノ旅行楽しんできてね。ねえ、どういうこと？どういうことなのこれ？何が？何がじゃないわよ。怖いおじさんが家に入ってきてお金を支払えって言ってくるの。この人誰？水木さんの身内こんな人いるの？怖いおじさんが家に入ってくるのと私と何が関係あるのよ。水木さんの家借りてホームパーティーしてたんだってば。まだわからないの？その家にいきなり怖い人が入ってきたのよ。いや、それうちじゃないし。は？何言ってんのよ。これは水木さんの家だから。私、あんたと仲いい真由美さんからちゃんと住所聞いたんだから。ああ、真由美さんおっちょこちょいだからね。別の住所を教えちゃったんじゃない？なんか民泊の情報をいろいろ集めてメモしてたから、それと間違えたのかもね。民泊？普通の家で Wi-Fi の情報を額縁に飾ったりアメニティなんて用意しないでしょ。多分だけど、その家って玄関の左側が大きな庭になってるとこだよね。花壇がいっぱいあって、下がピンクとベージュのタイルっぽくなってる。そうそう、ほら、水木さんの家でしょ？そうだよね。メルヘンな感じで可愛いじゃん。しかもかなりの豪邸。いや、うちじゃないけど。は？うちは豪邸ってほどの家じゃないし。え？じゃあこの家って本当に？そもそもうちは警備会社と契約してるから、勝手に入ったりしたらすぐに人来るから。ええ？この家の持ち主は？見た目通り怖いおっさんが持ってて民泊に貸してるって噂だったけど、うちと住所が似てるんだよね。やだやだ、助けて助けて。3日で60万円、家の中もぐちゃぐちゃだから損害賠償請求するって言われてるの。
これって水木さんのせいでしょ？むしろ真由美さんのせい？誰のせいでもいいから助けてよ。お前のせいだよ。いや初日でなんとなく想像ついたけど、この人本物のアホだわ。その家はちょっと怖いおじさんの持ち主で、古い家をきれいに直して民泊ビジネス用に使っているものだったみたい。建物自体は古いから、裏口のドアなんかは旧式のもので、ピンか何かを使って鍵を開けたらしいよ。もはやプロの手口だね。ちなみにホームパーティーが3日も続くわけもなく、不倫相手とのお遊び用に使おうとしていたみたいだよ。新築の家で新婚さんごっこをやろうとしていたと知って、さすがにゾッとしたわ。これはもう救えないでしょ。というか本人もこのままじゃどうにもならないよね。この度は本当に申し訳ありませんでした。私には特に目に見えるような被害はありませんでしたので。それでもわけのわからない話ばかりで本当にご迷惑だったと思います。本当に申し訳ないです。今はお子さんのことを優先してあげてください。ありがとうございます。娘は一時的にうちの母が実家で見てくれています。この間に離婚の話を進めていくつもりです。やっぱり離婚するんですね。人様にここまで迷惑をかけて、おまけに不倫ですからね。何より怖いのが、当たり前のように嘘をついていたことです。当たり前のように？すごくナチュラルに嘘をついていたので、家では割と普通だったんです。ああ、そういう人っていますよね。人様の家を不倫用に借りるというのも、不法侵入するというのもおかしいですから。離婚するのは決まっていますが、それと同時にカウンセリングに行くことを進めるつもりです。そうですね。何かしら良くなることがあるかもしれませんし、とにかく私は何も被害に遭っていなかったですし、そもそも普段からあまり仲良くしていたわけではないので大丈夫です。また何かあったらご連絡ください。はい、ありがとうございます。なんで私が離婚されないといけないの？不倫してたんだから当然だよ。でも本当に好きなのはあなただよ。ユミが俺のことを好きとか嫌いとか、そういうことはどうでもいいんだよ。結婚している以上、ユミがしたのは不貞行為だから。待って、でも慰謝料と養育費両方支払うなんて無理だよ。絶対に無理。大丈夫だよ。ユミのご両親が一括で支払ってくれるから。でも私田舎で働かされるって。それでお父さんとお母さんに返していかないといけないって。ユミ。何？自業自得って言葉知ってるか？不倫だっていつまでも続くわけじゃない。楽しいことがずっと続くわけじゃないんだ。実際に不倫相手はすぐ逃げただろう。即見つけたけどな。やだ。これが現実だ。やだやだやだ。その後ユミさん夫婦は離婚。相当ごねたみたいだけど、ここまで来たらユミさんの勝ち目はないよね。今は実家に連れ戻され、監視されながら働いているみたい。ちゃんとカウンセリングにも通っているらしいから、いつか何か気づくといいね。ちなみに民泊のオーナーも夫婦でミラノに行ってたらしく、それで対応が遅れたとか。不思議なご縁もあるものだね。せっかくだから今度ゆっくり話し合わないかと言われたので、家族で本物のホームパーティーにお呼ばれしようと思います。ちなみにオーナーはサングラスをかけていたので、イコール怖い顔だと思われていたみたい。実際にはとても紳士的で素敵な人なので、こういう出会いがあったことだけは感謝かな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。